ね、今週長かった。短いようで長いようで、ちょっと微妙な時間でした今週は。ね、はっ、OK。そうなんです、今日はねちょっと久しぶりです。雨は世代交代、しかもね、そうね成田空港なおやって、なんでどっか行くんですか。第30受付おしゃれ放題の期間、あ、そうなんですよ。あ、すいません、20日か、今日の、え、今日か、今日の、皆さんごめんなさい、今日の11時、あ、夜です、23時59分までが第30受付のおしゃれ方法選択期限です。お忘れなくよろしくお願いします。よろしくね、お願いします。おはよう。新曲犬用デートにしたら珍しくストレートなタイトルな、もうめっちゃジャケシャが可愛すぎてやばいな。みんななんか小指に赤い糸が巻きつけてありましたね。ね、楽しみやな。早く MV が見たいです。アミは今日はお仕事だから公演行きないかも。頑張ってください、お仕事。また次の公演で待ってます。ありがとうございます。今日は公演行くよ、ありがとう。皆さん公演来る方は濃いピンクと白色のペンライトお願いします。コールはアーミータンです、お願いします。涙に会えなくなるのを忘れずに払ってきますって、あ、よろしくお願いします、ありがとう。皆さんありがとうございます。ね、受験生始まるのな、今日の5時やっけ、17時やったかぐらいから始まりますね。っていうか見ました、めっちゃショールームめっちゃ多かったですね。あの100何番かまであった。でもまだ顔が出てる子はあの少なかったですよね。ね、ドキドキですね皆さん、やばい、ほんまにドキドキすぎるわ。今日は公園行きます、ありがとう、待ってます。今日はあのね、最近ずっとでもないけど、最近あのね浴衣のポジションに入ることが多かったんですけど、今回は戻るのでちょっと探してください。涙の先輩やってなあ。でもさ、呼ぶときはさ、アミタン先輩とか言わんよな。アミタンさんやな、絶対。アミタンさんか。アミタンさんか。ん、何グラム今日から始まっても、そうや、そうや。やらなあかんのや。え、でもね、あのね、そうや、お題が、あ、今日はちょっと、あの、予定じゃなかったので、また今度やろうと思います。明日とかね。今日はじゃない、今回の何グラムのテーマっていうんですか、お題は、10期生の応募で、応募じゃない、審査で、10期生オーディションで、審査中にびっくりした審査はってやつです。確か。やんな。うんうん。ね。年上の後輩たくさん来るんではって、え、いいですね。いいですね。なんかね、あのね、中学1年生が学校の先輩になったんですけど、中2もうみんなね、なんか身長高すぎ、ほんまに。あの、アミより低い子のアミ、今ね、1人しか見つけてないんですよ、いまだに学校で。めっちゃ昨日もあの、ね、全校集会とか言って運動場でやらされたりしたのに、そこでちっちゃいなと思った1年生1人だけ。びっくりしてしまいますね、みんな高すぎ、身長。あ、そう、10期生オーディションの最終審査で候補生が驚いて、みんな驚いて、どんな審査や、そうそう。それです、そう、もう誰出るんですよね、昨日出たんかな、今日の朝かな、わからないけど、そんな感じです。明日やりますね、明日やります。今日は
この朝の配信と公演前にもしかしたら時間があれば、まああと1回か2回ぐらい配信できればいいなと思ってます。何グラム上げお題難しいな。むずいよな。アミが一番今の中で、まあそんなまでやったことないけど今までで難しかったのは、あのなんかヒューマンのやつ、なんていうんやっけあれ、玉屋のあれを自分で考えるみたいな。そうそう、あれがねめっちゃ苦手でしたね。みたいな。バジャマ来い、ありがとう。これはクマさんです。ベアクマクマです。あ、皆さん昨日 TikTok 見ましたか。これあの撮り方さ結構珍しいと思うんですよね。アミのアミにしたらアミはここの鏡に立てて鏡撮ってたんですよね。難しかったわ。たまにはああいう画学もいいですよね。ちょっと対面すぎず対面すぎずぐらいがいいですかね。お絵かき系のお題だったよ、勝手にな、ほんまにな。あ、とかお絵かきで思いましたけど、アバターはいつ出来上がるんやろうな。楽しみっていうか、やばい、マジで楽しみにしてください。アミはもうね、もうあの提出のやつが来た2日後に出しました。2日後3日後ぐらいに出しました。もしさ、それで引っかかったらさ、1日前とかに出したらさ、あ、これちょっと色的にあかんねんと言われたらさ、直されへんやん。だから何日ぐらい期間、10日ぐらいあったけど3日で出しました。で、結局引っかかってなかったです。 TikTok 髪型も洋服もめっちゃ可愛かった、ありがとう。あのお洋服は新しいです。で、髪型は自分でやりました。ママがね、あのね、ストレートか巻きにここを三つ編みするのが好きなんですよ。あのだから握手会じゃないか、お話会、どっちやっけ、握手会かなの時に、あのアミさんニット帽かぶった時あったじゃないですか、グレーのパーカーに、多分大阪かな、その時にその時にママがめっちゃその髪型を気に入りました。はい。で、昨日は片方だけやって、それをちょっとだけ引き出してリボンをつけました。アバターの出来上がり、アミコもいつ公開かもしれない。そう、いつか、え、急に出てくるかもしれへんしな。そうなんです。カジバ、昨日もかなり出張ったけど会えなかったな。アミ前でちょっとね出遅れちゃったんですけど、あのね、でも言うて2分とか1分とかそれぐらいけど、そこからね10分15分したけど会えなかったみたいなクラブと昨日は誰も会えんかったんね。ねって変やけど、ありがとうございます皆さん。なんかさ、最近本当にね前髪が反抗期なんですよ。無理多分この反抗期な理由は前髪が長すぎるっていうのがあるんですけど、ね、最近切ってもらう機会がなくてね、仕方ない。おはようございます。提出期限が心配だったけど提出しても大丈夫なんで、そう、あの皆さんが提出期限大丈夫みたいな言ってくださったおかげでもうすぐ出しました。書いてね、何個か書きました。アミ的に3つ候補があったんですけど、まあやっぱりアバターってさ、なんか何ごちゃごちゃ書きすぎたらさ見えんやん。アミだから本当は2個とも、あ、まあそれは言い過ぎたら楽しみがなくなるかもやけど、3個の中に2個共通してるものがあったんですけど、その2個はやっぱちょっとごちゃごちゃして見えたからやめて、最後ちょっとシンプルめの見えました。はい、早く網が渡ってほしい。網もやで、網も欲しいね、楽しみにしててください。まだ来世しましょうって、しましょうねしましょうね。年中無休のな前髪反抗期なんてな、ほんまにな。でも多分前髪も、でもね前髪はまだ生きて何年かな、あ、4年生ぐらいから作ったから、あのコロナの時に作ったんですよ確か。コロナ期間に作ったかな、だから4年だとしたら
4年5年6年11年5年5歳ってことです。前髪は今5歳って反抗期いますか？2歳とかやったらイヤイヤ期あるけど5歳は変やな。ねえ、早く暴れた恋ですね。なあ、めっちゃ欲しい。早く皆さんに早く見せたいですね。シンプルイズベストな、それです、それです。あみたなばだで画面いっぱいになればいいねでな。皆さんよろしくお願いします。もしできたらあみたんルームはあのあみのアバターで来てください。お願いします。あ、なるほど。なんかさ、このさ、これがなんかあのあみの部屋になんかあるんかと思ったら、あのショールームのこのレインボーの光出てるやろ、これがあれでした。ショールームの飾りでした。あのまま前髪伸ばしてセンター分けも似合いそうやなって。そうですか。あみでもいつかやってみたいねセンター分け。でもあみはね似合うかな、なんかおでこがね広いんかな、だから似合うか分からへんな。なんか普通にさ、いいんじゃない？あみ、また今度やってみます。はい、またやります。楽しみにしててください。本当は昨日やろうと思ったけど、昨日はママさんからのリクエストがあったのでやめましたそうなんですよ。おはようございます。ねえアミコアバターできたらもちろんアバターがいる。あ、ありがとうございます。それは嬉しいですね。ほんまに早くできてほしいなね。またやりますねセンター分け。あ、ゴールデンウィークさ、キュウキとさナンバーライティーめっちゃ繰り返しですよね。そういえばね、ね、なので頑張ります。あ、手が滑ってみたいなくしか寄ってしまった。では、ありがとう。もっと手滑らそうこうやってお、はようございます。ゴールデンウィーク仕事で会いに行けないから、その分今日楽しみに。ありがとう、今日楽しみましょうねありがとうございます。ショールームで休憩生見てみる。あ、そうなんですよ、今やってるよな。皆さん見てみてください。アミはびっくりするぐらい髪がボサボサですけども、まあ気にしないでください。これぐらいの髪の長さかな。そう、今みたいに長くないんですよ。で、こうボサボサみたいな感じですね。けどあの時は自分はもうちゃんと整えてるつもりやったから、やばいなほんまにな。今日夜公園お邪魔しに行きますって。お、ありがとう、待ってます。今日は皆さんとたくさん目を合わせることに意識します。だからアミのこと見ててくださいね、お願いします。アミタンの握手会、友達誘われてから行くねとは、ありがとうございますじゃあその気にぜひアミタンクラブへようこそ、ようこそですアミタン、おはよう、おはよう、おはようございます。チャームポイントはスキーボイスです。それな、もう嫌や、もう嫌や嫌や、あれ一生残るんやろん、って感じですよね。あの時のみたんさらに痛くて可愛すぎるって、ありがとうございます。あみ、あの時ほんまにあの場に自分おっていいか分からなかったです。なんか年齢制限あるんじゃん、あるんじゃねって思いました。控え室おる時にもうね、なんかめっちゃもうみんな大人なんですよ。あ、身長が高いだけかもやけど、みんな大人でもうね、うわ、あみおったらかんわとか思ってましたけどね、一人だけちっちゃい子を見つけて、ちっちゃい子というかあみと同じぐらいの子がおったから、あ、よかったってなりました。おはよう
じゃあ今日の1位のまふみさんのお絵描きをしたいと思います。何描きますか？おはようございます。259日目、あ、おめえ、ありがとう。もうすぐですね、365。あと、え？あー、そんなことないわ。もう300かと思った、明日で。259ならまだ、まだやな。3ヶ月ぐらい。3ヶ月ちょっとかな。そうですね。夏休みの一番初めにやったんですよ、アミは。入って、一番目かな。だからですね。そうです。アミもね、ナンバーライトに出れたらいいですね。頑張ります。あの、明日もナンバーライトやるやろ？はい。ちょっと、まあ、やけど、まあ、ナンバーライトに出られるように頑張ります。頑張ります。赤ちゃんの匂いするみたい。え、本当にね、それさ、臭いってことですかみたいな感じじゃない？牛乳の匂いですよね、きっと。飲みすぎ？でも最近飲んでないねんけどな、牛乳。なんでやねん。このナンバーライ見たいやって楽しみにしててくださいね。連続配信8月1日からさ、え、めっちゃキリいやん。すごいな。なあ。すご。マミちゃんのゴリラ見れる日が来るかなって。ちょ、あみほんまにゴリラできひんねんな。まあでもやれっていうか、その番が来たらやりますけど、顔がね、ゴリラ顔ができないんですよ、なぜか。なぜか。あ、待って、1位大見さんに変わった。じゃあ大見さん、まだまふみさんからコメントは来てないかな、多分。なので、じゃあ大見さんに、大見さん良ければ書いてください、何がいいか。攻撃のセリフを覚えた、ほんまやな。ねえ、キョピオの顔でもいいやん。キョピオの顔できないよ。金魚の顔ってどんなんなんやろ。目を飛び出しさせるとか。あの、ここについてるから目がね。今日もお任せでやって。分かりました。じゃあ何にしようかな。何にしたらいいと思いますか、皆さん。じゃあ、でもね、今ね、そばにいるね、なんかね、書いたらいい。あ、じゃあ分かりました、書きます。皆さん何か当ててください。これがきましたよ。ね、これはアミのね、お部屋にね、なんかあの、この後ろのやつと着替えの部屋とは別にね、すぐに何、例えば何やろ、ジャンバー、上着とか取り出せれる部屋なんかもう一個向こうにあるんですけど、そのところの上に、あ、制服とかね、そういうのの上に、あるぬいぐるみを置いてるんですよ。あるぬいぐるみと、あるぬいぐるみ。あ、パンダと、あーみって書いたやつと、あの、こうやって立てるやつあるやん。あー、AMI って。パパがね、買ってくれたの、アミが欲しくて。そのやつともう一個。これは何でしょうか。まあ、わかるかもしれんけど、アイコンなんです。何が、何だと思いますか、これは。バカ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 。ヒントはバカバカバカですね。チュ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 。正解はドゥル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 、ライオンでした。ドゥ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 ン。これはね、あ、皆さん羊が多いな。獅子神様。アルパカと羊が多いかな。これはライオンでした。ライオンのぬいぐるみを置いてました。ドゥドゥー。
こうやって見渡した時になんかね、アミの部屋はねほんまにねあのなんかなんだろう、動物がいないんですよ。あのね、ここのここにあのぬいぐるみがめっちゃ詰まってるんですけど、あのねなんかみんな同じようなぬいぐるみなんですよ。クマとかなんだろう、パンダとか、なんかプーさんとパンダが多いんですよね。なんかだから、はい、そうライオンでした。はい、草野球行ってきました。頑張ってね。じゃん、はい、チーズ、ありがとうございます。はい、こんな感じです。ありがとう、ありがとうございます。はい、オッケー。今机の上がね、あの昨日綺麗にしたのに、その昨日 TikTok を急いで撮ろうとしてたから、オッケー、綺麗になりました。あとパンチの串とパンチがいます。これは英語です。では読みます、壇上を。壇上読みます。せーの。13位コジさん、ありがとうございます。12位 FFF さん、ありがとうございます。11位りょうじさん、ありがとうございます。10位てんちゃん、ありがとうございます。9位きつめがねさん、ありがとうございます。8位まぼうさん、ありがとうございます。7位野原しのすけのすけさん、ありがとうございます。6位沸騰ちょいさん、ありがとうございます。5位ちゃんしもさん、ありがとうございます。4位まきまきちゃん、ありがとうございます。3位コスモライトさん、ありがとうございます。2位まふみさん、ありがとうございます。そして1位はドド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 ン、あおみさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。皆さん今日もありがとうございました。あ、そう、第3次の受付、第3次受付お支払い方法選択期限、期間が今日の23時59分までなので、忘れなくよろしくお願いします。あと今日の公演は濃いピンクと白色で、アミダンコールよろしくお願いします。では終わりたいと思います。そろそろね、終わります。はい、あ、公演前もできれば頑張ります。じゃあ終わりますね。ありがとうございました。せーの、大見さん、ありがとう。いた、いた、いた、肘ぶつけちゃった。じゃあまた後で会いましょうね。バイバイ、またね。ありがとうございました。ありがとう、バイバイ、またね。じゃあ食べていきたいと思います。島が入ったわ。え、うまっ。ん、移すの。うん、いただきます。天と一緒なんか。そうよ、2個しかなかったもん。それ食べたかったの。いや、何でもよかった。それだ、今日かっちゃんハッピーバースデーやねん。やばいの、やばいの。かっちゃんおめでとう。幕後、おめでとう。私の愛しの人です。おもしれい女、ありがとう。え、何これ、何歳なの。うん、かっちゃん何歳なのとかちゃうから、もう設定があるんで。10歳。そんなわからない。15。え、うん、何歳だ。22。どれが民中中学生。うん、I'm fine。 中学生。え、中学じゃないやろ。高校生。ヒーローアカデミア。うん、うん、見たよこの前、うん、ユニバーで。お疲れ様です。お疲れ様です。おいしい。ご飯食べてんだ。面白い。めっちゃ美味しいねんけど、今日の弁当。今日は AB 型で配信してます、うん、これもう家族です。ファミリー。今日から10期生のショールーム始まるけど、ね、やばいやばい。マジ。来た来た、もう語ろう。チャラーン確定。なんか美味しいよ大根、うん、いるっちゅったん。大丈夫、ありがとう。はい。
お腹いっぱいやばい、匂いでお腹いっぱいになった。でもさっき開けた瞬間お腹いっぱいになった。そこで開けた時ね、うん、これ夜公演も寿司じゃない限りこれ食べるよ。ちょっとダイエットするからよろしくね。ちょっと待って、ほんまに似合うすぎて、やばいやん。皆さん、お支払い登録、うん、お支払い選択期限、あ、そうです、今日の23時59まで今日までやから、ちゃんと忘れんといて、うん、お支払い方法選択期限は本日までなので、やっぱ満員御礼な目指したいんでね、そう、うん、せっかくやからお願い、お願い、お願い、神、お願い。皆さん、聖払いあれになりました？うん、聖火台なしになってきたかも、ね、わからない、赤いねんな、赤みが強い、だからそのためには皆さんねえ、いや、このさ、赤いの乗ってるやろ、生姜、うん、嫌い、これこれ、生姜大好き、焼きそばに乗ったやつ。 Today my birthday、 あー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー to youハッピーバースデー to you ハッピーバースデー dear you こんにちは、 Have a nice day、 Have a nice day、 Yesterday ごめん、なんかいいよ、素敵、絶対10期で赤ちゃん入ってきてもアミが可愛いよ。ん、大阪の時、大阪は泣くて泣いてる、うわ、それは泣く、まあでもどっかで、多分これダウンソつきます。こんにちは、3ヶ月前に、皆さん今日からね、うん、いいよ、10期生のオーディション始まりますよ。10期生に流れないようにしなきゃ、うん、いや、お前ね、ちょっと頼むよ、ねえ、目移りしないで、ね、なんか今回、ん、目移りしないでほしいよね、うん、頼むよ。10期に行ったらコロタンも忘れるよ、皆さんのこと知らんからね、目移りしたの、知らんからね、知らんから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 、おこだから、10期生プロフィールに書くのもダメだから、ダメだから、ダメだから、掛け持ちもダメだから、ね、おしましもダメだから、ダメだから、ダメだから、オンリーオンリーオンリーでお願い、オンリーやで、まあ、てのはまあ、そう思ったら先輩優しいできるかも、うん、そう思って、赤ちゃん、ん、え、いや、アミが一番だよ、もちろん、え、知らんかかわいい、え、どうしよう、10期にアミちゃんとアヤミよりちっちゃい赤ちゃん来たら、こいつそのくらいにちまるかもしれない、ダメダメ、天下が育てるよ、ちまるって言ってダメ、それは、うん、そうやな、アミ限定やもんな、うんうん、何にしよう、10キル10キロかもしれない、10キロって何ガチで10人みたい親子、そうそう、うん、ゲームゲーム、めっちゃ楽しみ、ちょ、みなさんもうフォローもしてあかんよケチンボ、うん、でもほんまに目移りは現金、でも現金、なんか少女時代から応援してきてくれてる人で、うん、今も好きな人くれてる人、うん、あんまおらんだからなんかショールームが好きな人おるやん、なんか昔からファンでありたい人たちの集まりが見てくれるから、うん、だからそんなに、でもなんか上位の人がさ最終審査行けるのすごいな、うん、頑張って、めっちゃすごい、すごいいいチャンスだね、てんなは何もやってなかったからわからない、うん、みんなからしたら誰みたいな、マジ誰、誰来たもん、雨まで、え、雨けど立ってるやろステージ12周年ステージに、ああ、たった、うん、何も出てない、なんで出会えへんかったの、え、世に出てない、なんで出会えへんかったの、嫌やった、いや、恥ずかしい、うん、用事やった、いや、分からん、何やったっけ、何かあったって言ってたんだけど、うん、うん、なんやろな、うん、でも頑張ってほしいね、10期生今見てくれてるかもしれへん、ワンちゃん、うん、こんにちは、え、今度も最後の姿見せる、17時やろ、5時からやっけ、うん、だろうね、見てるかもよ、おしめ板垣小百合ちゃんって言ってくれたらあの、ちまりますあ、ちまったのに、あかんのに、悪いな、10キロやのにな、あてんなもう、うん、そんなんな、いいよね、うん、いいよね、てんな相方募集中です、え、サーフィンできるか、メヘラ、メヘラ、サトウシコヨタンの
チュチュマリコ募集中です。チュマリコ。あ、またや。寝かす。いいよね。何が？素敵と思ってそうなんて、でも手出すんな。無理。敬語使っちゃうわ。ナミも絶対使うから。使わん。はじめまして。再生。はい。こき使い終わった。やばい。なわけない。あ、こき使うためにチュマるの？相方やったら大丈夫。無理やで。最悪だよ。普通におしましは無理、どう考えても何をおしまし冷静に考えても無理普通にその言葉作った人誰よ、うん、あかんやろあかんって普通にマジおもろい爪の形どうやってもともと生まれつきですごめんねんちゃん爪めっちゃ長い生まれつき素敵でごめん鬼の爪しねじもだからねずこやからないよな後ろから白いの見えへんみんなだから押し増しとか押し変したらバッケってやりますあもちゃん鬼滅キッズしかおらんここえアミチュも鬼滅キッズ、うん、うん。ねずこのコスプレしてたやんあそうだリアルねずこやったわアミコ、うん、アミコだからこんにちはね、めっちゃ美味しくないこれだからまだ食べてんの漬物しかさっきから食べれてないのえマジでなんかやっぱお腹いっぱいねちゅまったからちゅまでもう栄養摂取したんでしょ DD に人権を頑張れ平等に愛注いでくれたらいいけどうんでもさやっぱりさ平等、うん、やっぱりさ人類1人にさ愛注ぐより2人に注いだらさ半分になるやん、うん、それは平等でもさなんかなあ人類って平等難しいから、うん、公平と平等の違いを、うん、分からへんガチで好きになるか、うん、推しかガチ恋か推しか推しだろじゃないえ違うと思うじゃないってどういうこと分からんよねそんなの誰に聞いたって正解はないんだからほんまにちょっとやばい怖なってた急に握手会社迎え取ったよ楽しみにしてましたねありがとうショールーム見やんやん賞味もう NMB のファンの人ってうわ待ってるわえ見てくれるよあのあれあれ10期のなんかオーディション系あんまおらん気するほんまに今ファンでいてくれてる人少ないからショールーム時代からそうだけどでもそんなもんやん多分なんかショールーム時から応援してましたって言いたいやんそりゃ誰でもだからやと思うでも応援できてないから、うん、でもさ、押し増しは押し変よりは押し増しはいいよね、うん、押し変はやばいね押し変、押し増しは別に大丈夫押し変は泣く、そんなんもう浮気と一緒やん、普通に考えて、うん、いや、泣く、普通に泣くうん、アミは押し増しは OK やアミはそんなん、コヨタも忘れるよ泣いちゃうそこの地味そこの地味忘れちゃうよ、コヨタもだけど、無言押し変はダメ喋らす地味あ、やばい地味やばい、ちょっとねそんなやってくれるのあ、天ぷらあんの、うん、めっちゃいいやんいるどう食べへんのうん、なんかだってパスタついてるじゃあ食べていい、うん、ありがとう何これレンコンあ、レンコンいや、わからん、芋かなそうそうでも、そういうことテンナたちの今のファンの方もてなたち単押しなわけじゃないや、うん、先輩からそう流れてきてくださったりなんていうのあるやん先輩とハッピーバースデーありがとうえだからもういもそう考えたら何も言えない、うん、ごめんけど立場上、うん、でもさありがとう先輩からさこの子たちに来てくれたってことはさ、うん、またその下もあるやんそういうこと、うんだから食物連鎖ってことあそう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 食物連鎖やそう弱肉強食やありがとう見つけてくれてありがとうございます押してくれてありがとう大丈夫かっかいうんかわいそうてなな単押しこよたん単押しの人いるじゃあ次のいる弱食ね弱食でもさ、でもそんな言ったらあかんわやっぱり
んです。握手会とか社名会だってさ、小よりだ推しの人だけが来てくれてるわけじゃないやん。そうやで、うん、気になるのも来てくれてるやん。そうだから全部に感謝、全ての出会いに感謝、うん、いただきます、感謝感謝それそれだね、うん、そういうこと、ますって言ったらそれだね。え、どういうこと、ありがとう。ちゅまって寝るの早いよ。寝るの早くないよ。怒って最終的に行き着いたの感謝なんや。さんざん怒っといて。怒りから感謝になるんや。なごめんな、怒って。こちらこそ情緒不安定や。ありがとう。して情緒不安定でも愛して。寝かすのマジつもやばい。そう、全てのメンバーに感謝な、うん。みんなに感謝。出会いに感謝、マジで当たり前じゃないから。もう切れてるやん。感謝から切れてるやん。眉毛が上がってたもんね。戻って戻って戻ってってなってるね。うん、やばい、全然ご飯が進まない。どうしよう、ほんまに食べられへんねんけど。ねえ助けて。大丈夫。全然進まん。え、口に入れようと思う。じゃあ入れてあげようか。ナコボールあげようか。あれやろ。あ、大丈夫。あ、大丈夫。そう。今日これ持ってきました。おかしい。でもちょっとしか食べれな。みんな結局は好きでいてくれたらいいって話。情緒どうなん？サンチマリ。情緒不安定。本当。それでも愛して。情緒不安定でも愛してくれる人が好きです。そういうこと結局は。結論そういうこと。人間誰しも情緒不安定な時はある。うん、もろ二次審査なんや、何ルームあったんや。去年より多い。113か6あったよ。113か6、113か116あった。あ、去年より多いんかな、ルームなんか今書いてた、ここに31人の顔出しちゃって。メヘラではないけど。そうやな、そういうことよ。ヘラってお互いにねって話。相思相愛じゃないと意味ないから、正直わかる？こっちからの一方通行じゃない？今日のてんちゃんどうした？語ってる。ね、うん、何からこんな話なんだ？普通に10期の話。あ、そう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 。こんなすっぴんで言うんが嫌やわ。29初めて入る。やっぱギャルっぽが良かった？うん、メイクしてから。このターン推しになったらもう人生ハッピーね。近っ。近しげさんやな。食べてみます。ねえ、てんころ、マジどうしよう、10期生で手もでもやる子いたら。え、何なんだよ。4人でやばい。縦ガサないな、うん、横並びじゃなくて、縦ガサない。どっちが前これだよ。これはダイヤ。それはな。それは年功序列や。年上やった場合どうするの、うん、あ、なんか、年上の可能性の方が高いで。そう、私ら結構22までしか応募できないんで、うん、私らもう19何年で3つだけ、まあそうそう、だからもう多分下の方が多いな、これは怖いな。てかもうなんかマジ前おもろかったんが、うん、テンナと同期、あ、リオピと同期やん。でなんかお寿司のおまけでついてきた本があってんな、うん、それこうだ欲しいって言って、あでももらって、うん、誰もいらんねんな、もらうって言ったら、リオピがそういうのって年功序列じゃないんですか言ってたよ。同期やけど。マジで。年上やから。リオピってほんまおもろいんよ。うん、そうなんで出てへんからさ。もうほんまにマジで面白い。うん、まあ、年功序列じゃないんですか。片手ついて。あのな、不意の瞬間がめちゃくちゃおもろいねん、リオピって。うん、もう会いたい。じゃあ、みち。Today is my birthday。また難しいね。ありがとう。二言で言う。優しいな、てんちゃん。先祝ったよって言ってあげるの。うん、欲張りって言ったやんだよ。怖っ。厳しめやね。うん。こたん厳しいな。こたん厳しいな。最近よく気になりますね。それはおしましってこと？おしまし。今壇上が。わっさかわっさかなった、うん、え、でもな、たまにな、この人のな、プロフィール見たらな、なんか人増えた時ある。あるよな。え、みたいな、
でも同期で親って思ってます、うん、そういう時は9期に推し2人以上あ3人以上おる人はちょっと危機感持った方がいいそれおかしい、やばいやばい痛い同じ規制でそんなおんのはちょっとやばいまあ DD もいいです、うんうん、楽しいよな、その分いいけど、好きでいてっていう話嫌いあの推し編はやめようっていう話なだってこれだってアミちゃんとアヤミ好きやし、ま、顔覚えてんねんからこちとらね、うん、えみたいになるから劇場で違う子のペンライトを振ってたりしたら、うん、ドッキリみたいな、こっちが気まずなるからやめてほしい、カメラ回っちゃうからこっちが気まずなるやんな、うん、あれみたいな振ってなかったね、あれみたいな、ね、レッスン送ったらあれみたいな、うん、違う方見てる時あるから、そういう、うん、結構それメンズのんのチェックしてますチェックしてます結構見てるからみんな、だからいっぱいツイートしてくれてるのとかも知ってる、うん、ありがとう、ハッシュタグこよ様で見ます、こよ様様やめろでも、うん、カジュパの名前天の様にした感じでこよな、こよたこよまちゅアミは宮本アミ変えよ、じゃあちまこに変えよ、ちまこちまこ誰ちまこやばいちまこやばいチュマコやばない、うん、てか普通に考えて何チュマコってなんでプロフを見るかって言ったら、うん、上げてくれてたりするやん、そうそう、自分のことに対して、だからそういうのをなんかせっかくやってくれてんのに見落としたくないやん、そういうの、だからなんか脳死状態でプロフィール開いてるかも、普通になんか、うん、そんなプロフィール見ることはないんやけど、脳死いつも何も考えやんと、うん、まあ、寝ぼけてる時とかなんか間違えてさ、ファンの人フォローしちゃう時とかもあるからさ、ドッキリやと思っててください。それは。あ、ミルコイン9時、ありがとう。ありがとう。あ、アミヤやコヨのだるま買ったやった。ユニット変わる時にさ、うん、ペンライト変えるのはいいやん。もうそこにいるメンバーを。それは変えて、それは変えて。それは応援してあげてほしい。嬉しいもんね。うん、嬉しいよね。うん。だからちょっとな、うん、頑張ってください。はい。うん。ハッシュタグ？せ、夏、はよ夏バージョンにしたいねんけど、別にさ、夏オンリーでええねんけどな、2024の夏のハッシュタグにするの、うん、もういいよ、いいしようか、うん、使いまし、うん、あのハッシュタグは何なん、夏が一番良かった、思いつきが、うんうんうん、めっちゃ良かった、何だっけ、ない夏、焼けてなんぼでしょみたいな、そうそうそう、うん、あ、そう、焼いてなんぼでしょ、それ、でも春もめっちゃ好き、花より団子より天なでしょ、いや、そうそうそう、それ好き、うん、ファンの人が教えてくれたみちょ参考にさせてもらってる今日皆さん頑張ろうな、うん、ジュッキに流れへん気持ち、気持ちが大事、俺ジュッキ流れるかもとか言ってたら流れるから気持ちが大事やな、何でもかんでもね、そうだ、そう、気持ちで勝ってこう、試合も一緒やイコール愛ってこと、頑張ろう、愛だけに会いに来てな、うん、うん、やばいん、待って、てかチュマコ中2なんやばない、中2なったん、赤ちゃんやば、普段そんなくらいの時中2病やったよ、決め中、決め中、テニスラケットでどういう中2病ってどんなんなんの、やっぱりなんかな、うん、言ってたんそれじゃあこれたまテニスラケットで言ってたよ、決め中学校中2病だったよ、てんだわ、てんだわ、中2はそんなかな、うん、13病、いや、妖怪ウォッチ流行ってる時期がやばかった、あ、6年生とか、あと、小人図鑑の時とかもう、公園行ってこもう、かき分けて見てた、まだ図鑑持ってたよ、でも虫嫌いやから、虫でできた時もういいってなってたなんか、あの桃隠れ桃尻の捕まえ方みたいなのあるやん、桃をこう吊るしてみたいな穴掘ってたもんとか庭に捕まえたかったんだ、え、捕まえた、いや、捕まらん捕まえたかったよ、そうそう、今でもたまに見ちゃう、こういうのすか、うん、穴開いてるか、うん、いや、こういうちっちゃいところにおらんかなみたいな、隙間とかにおらんかなと、え、おんの、こうん、こびとすかあるよ、こびとすかちゃうわ、小人が、小人がおんの、そこに、うん、至るところに牛とかについてるよ、待って、めっちゃ可愛い、これ大好き、うん、アミもピンク着たい、なまた紫着たい、何色着たい、てんちゃん、
え、紫やろ。全な、うん、一緒。てんちゃんでも緑も似合いそうだけどね。ほんま？てんな青やな。ないけど。あ、ないけど。そうだね、青だね。ないよね。あ、黄色に合うわ絶対。マジ？発光するの。どういうこと？ピカチュウ。笑ってるね。その心は。ダメだよ。ピカピカピカチュウ。ピカチュウピーカピカピカそれ年取ったピカチュウなんか声低かったね、うん、最近あんんんんピカチュウやめときます。ふう焦った。よかったピカチュウ言い切る前に気づいたピカチュウあーピカチュウうがいしてるそれうがい中、うがい中。ああ、うがい中。じゃ食べられる。全然進まない。どうしたの？今日どうしたの？てか15分経った？経った。経った？うん。でも一緒にやった。めっちゃ飛び出てたよ。めっちゃ良かった。めっちゃ飛び出てたよ。喋りすぎちゃう。てんちゃん、 M どうやったか教えてよ。待ってる。え、なんかほんまに死ぬかと思って緊張しすぎて。もう吐きそうやってん、ずっともう胃液が出そうなんぐらい。でも朝起きて、まず朝起きて、うん、体調悪くてもう緊張でもうやばいやばい、行きたくないみたいな、うん、もうどうしようどうしようみたいな、迷惑かけられへん、うん、初またぎやったから、うん、余計もう何圧迫されて、もう一人でやばい終わりや、もう死ぬんちゃうかな今日みたいなずっと考えてて、で着いて、もうでも着いたからにはもう練習するしかないや、もうだからもうとりあえず通せと思って、一回ここでもうマジの本気で踊って、でそっからなんかちょっと不安なところもう一回あさってやってみたいな。初またぎ緊張するよな。そう、初またぎ同期おらんかったよな。やばない、初またぎ同期おらん、やばいな裏で。だからてんな叫んでたよ、うん、いやーってほーちゃんにずっと大丈夫大丈夫なだめられてた。初またぎ同期おらんの無理、これそれな。でもほーちゃんとレイポンおったから、うん、助かる。もうまま死ぬよ、死んだもん。全部の初日ごりほーちゃんおる。え、でもビーツさんの時おらん、おビーツおった、ビーツおってん。ほーちゃん M はおらんかったんやけど、それ以外の4公演おった。うん、お見送りで泣いた。うん、ラフィーな、うん、あ、終わった、安心。途中から、うん、途中からありがとう。え、ね、もうだいぶ泣きそうやってん。悲しいよね、なんかさ、あのホットなんて、うん、来てくれてありがとうになるような。うん、よかったよ。エゴすぎて、そう、うん、こんな、お、自分のために時間割いてくれるんだとか思って、うん、それで泣きそうやった、うん、ね、めっちゃ、なんかさ、マック開いた瞬間めっちゃ安心するよね。え、うん、皆さんの顔見たらさ、え、そう、うん、知ってる顔が、うん、あるとめっちゃ落ち着くよな。そう、うん、マジでそうやね。ママ見る時ぐらい落ち着く。間違いない、家族ぐらい安心。フートライ来てくれへんかしら。客席？うん、猫席。会いたいわ。キャットウォークに連れてきたらいいよ。キャットすぎやろ。ウィンク。これレモン味です。次何出んの？ちょっと一回しない。一回休憩しよう。いや、すごいよ。でもなんか死ぬように寝たね、マジで。一緒、え、冬眠かなみたいな。びっくりした。ゼロやった、ほんま。またぎの昼夜はまだやんか、うん、いつかするやん。でも絶対、うん、もうな、うん、浮遊感、浮遊感えぐい。レッドコースター、だからこう、はぁみたいな。ほな、でも、ほんまに後半途中ぐらいから、あの緊張解けていいで、ちょっとずつ、うん、楽しかった。うん、よかった。普通にめっちゃ楽しめ た。でもファンの人もこんな感じで、もうやばいね、頑張れみたいな。多分天だと一緒ぐらい疲れたと思うね、もう見てて。緊張するもんね。精神使うな。そう、だからそれもなんか申し訳なくて、ゆっくり休んでほしいなと思った。思ったし、ショーでみんなもゆっくり寝てねって皆さんもまたこよたんがアンダー出演した時見に来てください。最近あんまないけど、人足りてるっていうのはいいことやからな。うん、まあ、足りてへん時期やばかったな。
なこーたんもうなんか毎回出てたもんね、うん、ほのぴーもそうどこに行ってもいたもん、うん、ほのちゃんでも最近毎日出てる、うん、うん、すごいよねフルシュキスーパーヒーロー、フルシュキやばい頑張ろうね、うん頑張ろう、早く好きな髪型できるように頑張ろうね。何したい？あ、レイジーだよ、レイジー。やるとレポニーにしてほしい。あれは髪の毛を上げたい。もちろん世代交代も来てね、当たり前。パクパク。それは前提での話でした。うん、頑張ろうで。皆さん、コヨタンと握手してくれる人いますか？コヨタンと握手してくれる人いますか？写真撮ったりとか。変顔見つけてくれた？めっちゃユナハさん、笑ってた。そうやね。笑ってくれてよかった。そういうの。は？で、は？じゃあ悪いの怖いからね。そんなそんな。何してんのって。でも怒られる覚悟でさ。あ、いっぱい来てくれるね。楽しみにしとくです。めっちゃ来てね皆さん。好きやで、ありがとう。待ってるよ。愛伝えてくれるのはいっちゃ嬉しいですから。あ、来た、ラブマシーン。世代交代が一番好きよ。お腹いっぱいだわ。嬉しい。あ、コスモライトさん、何これ。楽しみやね、みんな会おうね。なんで書いてるんだ。わからへん。あ、ありがとうございます。約束。先端恐怖症死にます。痛いね、痛い。あはよ。ちまこってさあ、いい匂いするよな。うん。いや、いい匂いしんで。猫や。え、犬がいいの。猫来るとき。するするする。で、読んだら来る。来る、うん、すごない。こうやってやったら来る。めっちゃいいやん。やったよ。どこどこ歩いてる。ここに来る。めっちゃいいやん。絶対来てくれへん。ここに来るかと思いきや、ここ踏んでどっか行く。とか、寝てたらここ踏んでどっか行ったりする。捕まえるけどね、ここに。公園から帰った日は、一発目で、捕まえた。てか、迎えてきたら喜んでくれるよ。え、迎え、出迎えある。そう、ずっと。よかった。一緒に好きやね。そろそろ雨は終わろうかな。大好き。ま、動物と赤ちゃんが、もう世界で一番好き。赤ちゃん。なんか、赤ちゃんに追っかけ回されたい。赤ちゃんに埋もれたい。赤ちゃんパラダイスしたい。赤ちゃんパラダイス。赤パラ。赤パラ行こう。セパラ。赤ちゃんしたい。それな。片っ端から。犯罪者予備軍やわ、もう。ほんまにうまいな。でもそれぐらい好きってこと？ちま赤ちゃん好き。うん、好きなんや。めっちゃ好き。そうなん。赤ちゃんや。赤ちゃんと赤ちゃんや。赤ちゃんと交流会や。赤ちゃん好きなんや。うん、もうこうやってやりたい、うん。でも赤ちゃん嫌いな人いないよね。ほとんど。ペロペロ。ペロペロ。赤ちゃんペロペロしたら長生きできそう。長生き？長生き。うん。寿命伸びそう、マジで。いや、伸びそうじゃない。伸びんねん。赤ちゃんって。ほんま、うん、なんか何よりも薬な気がする。風邪でも治りそう。わかる。声もさ、うん、で腰痛い時とかチュマコを吸ったら治るよね。え、緊張してる時にアミとハグしたらアミとハグしたら治んねん。落ち着く。パパから来てたよ。パパ、うん。フル公演頑張ってね。ありがとう、頑張ります。赤ちゃん大好き。ありがとう。赤ちゃん大好きっ子やな、うん、ファンの人は、うん、好きに決まってるやん、うん、今でも分かるやん、そんな。好きじゃないわけなくない。好きじゃなかったら
握手で手握らんよ。ほんまに。うん。次前提の話ですから。ちまこじゃちょろちょろ終わる。うん、こても食べるから終わるね。ちまこはちょろちょろ。じゃあそれと終わり。じゃあ壇上読みます。あみ3番目。頑張るよ。せーの、13位谷圭さん、ありがとうございます。12位キクさん、ありがとうございます。11位サオちゃん、ありがとうございます。10位カヨちゃん、ありがとうございます。9位ケンちゃん、ありがとうございます。8位スキナソさん、ありがとうございます。7位ジョエルさん、ありがとうございます。6位野原しのすけのすけさん、ありがとうございます。5位ジェズメガネさん、ありがとうございます。4位マキマキちゃん、ありがとうございます。3位日高浩二さん、ありがとうございます。2位リンゴちゃん、ありがとうございます。1位はコスモライドさんでした。ありがとうございました。13位ショーマンのけんさん、ありがとうございます。12位はそんなということで、また明日朝、明日か今日の夕方会いましょうね。ではお昼公演頑張ってきます。ありがとう。じゃあコスモライトさん、明日お行きしますね。ありがとう。せーの、コスモライトさん、ありがとう。じゃあまた後で会おうね。あ、そう、第3次受付方法選択期限、お支払い方法選択期限が今日の23時59分までなので、家なので忘れないでください。お願いします。じゃあ終わります。ありがとうございました。お昼公演頑張ります。またね。ありがとうございました。